はい、どうも、ゆうねいです。私も鳥さんたちスペシャル。スズメがあんなところにいっぱい集まってますね。いいところを見つけたものだ。あそこなら暗夜が冷たくならない。そして何か謎の鳥がいますね。ん？カラスか。何かいますね。ちょっと近づいてみますよ。向こうにもスズメがいますね。すげえいっぱいいる。スズメ大集合。ああいうスズメの群れって若い個体が多いらしいです。何かいるな。何かいるね。ちょっと私の目はごまかせないよ。ちょっとスズメたちには悪いが、ちょっと近づかせてもらいましょう。おっと、カラスかな、あれは。ちょっと、確かにうちのいるところから見ればうまいこと隠れてたけど、まあそれでも私は物好きなるもの、見破るなんて大手のもの、特に影に隠れてるだけのやつなんか。いるいる。さてと、姿を見せていただこうか。悪いね。あれ、でもこの辺りにいるいつものスズメじゃない、いつものカラスじゃないな。小さめハシボソカラスかな。あっと、ごめんなさい。皆さん向こうに移動してくれると助かります。一羽だけいいやつがいますね。この私を見て逃げない。ごめんなさいね、食事の邪魔を。さてと、あのカラスはどこに行ったのかな。うえ、ごめんなさい。あのカラス、スズメを狙ってんでしょうか。まあ、だとしても私が口出しするようなことでもないですが、いや、完全に舐められてますね、スズメに。あ、でも逃げたり逃げなかったりしてますね、スズメさんたち。何なんでしょう。まあいいや。まあ、鳥大集合、カラスとスズメでした。それでは。